はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日はモンスターストライクをやっていきたいと思います。モンストなんですが、マベツムコラボが来ていまして、こちらの方はゲーミックスさんの企画で30連ガチャ対決に参加させてもらっております。はい、で新キャラが2点で他の星5が1点で点数を競うって感じなんですけど、罰ゲームが再開には用意されてます。はい、そこら辺はちょっとみんな罰ゲームのこと書いてあるので、ゲーミックスさんのサイトを見ていただければなと思います。下の方に URL 書いてあるのでよろしくお願いします。ゲーミックスさんでは、ゲーム実況のね方たちを応援できたり、あと課金するときに 5% バックするので、ぜひそこから飛んでいった方がお得なので、ポイントとなって iTunes カードや Amazon ギフトポイントに変えられるので、よかったら使ってみてください。はい、では早速30連引いちゃいましょう。取れてるよね。はい、まあもっぱらもうスパイダーマンね人気でね、もう私も推してるんですけど、なんかあれなんだね、マーベルって私あんまりちょっと知らなくて、スパイダーマンは見たことあるんですけどあんまり覚えてないんですけど、と喋りながら引くスタイルなんで行きます。で、マーベルって何だろうと思って調べたら、スパイダーマンとかそのアイアンマンとかキャプテンアメリカとかそのブラックウィドウとか、あえわえすごい大きな声出しちゃった、いきなり星4かと思ったら、え、初っ端スパイダーマンやばくない？星4、星5とか言ってどんだけなんかもう混乱してんの。これはあれですね、そのブラックウィドウさんですね。はい。スパイダーマンなんですけど、あ、違う、その前にマーベルの話してたんだった。はい、これも、あれですね、星4ですね。その、マーベルの、コミックなんだ、アメリカンコミック原作の あれなんだね、映画化なんだね、これはね、この方たちはね、知らなくてさ、ちょっと本当ちょっと勉強しました。あ、確定、え、結構かもしれない、スパイダーマンかぶる疑惑とか来てもいい、怖いし、なんかさらりとスズラン引いてるし、スパイダーマン2体目だし、そうです、スパイダーマンなんですが、ゲームウィズさん のサイトを参考にさせていただいてるんですが、反射分裂弾とかメテオエッセンスとかあるみたいですね、進化は。反射分裂弾って何ぞやって感じなんですけど、ちょっと気になります。で、神化が貫通になって、サビ優秀にプラズマで、遅延のね SS がすごいらしいので、3発の壁に当たると分裂する属性弾で、あ、そう、反射分裂弾ってそういうこと、めっちゃ嬉しいんですけど、スパイダーマン2体も来てくれていいんですか、なんかいいんですか、ね、アベンジャーズだっけ、あれがなんかそのコミックのキャラたちがいっぱい出てくるだよね、なんか大集合するやつだったかな、なんか大丈夫、なんか結構いい人してない、あれ、カーリーさんだ、初めましてだ、あ、カーリーの進化前こんなんなんだ、あ、服部半蔵さんもこういう感じなんだ、ヒトンなんだっけ、ナルトの感じ、ヒトンとかなんかあったよね、なんかこんな、それ思い出しましたけど、あ、そうですか、え、これ結構神引きじゃない、 1,2,3,2 1,2,3 スズランと3点でスパイダーマンが2体だから4点で7点、これはちょっと若干勝ち回したんじゃないでしょうか、わかんないですが、はい、嬉しい嬉しい、へえ、マジか、やった、はい、で、なんかそう、アベンジャーズって結構その
集結してるやつじゃん。それはなんか見たことある気がする。あれ違うかな、ちょっとごめんなさい、本当あんまり本当に詳しくないので、なんかウィキペディアを見てちょっとちょろっと勉強した程度なんですけど、はい。なんかでもスパイダーマンとかもね、なんかあんまり覚えてないのでもう一回見たいなとか思いつつ、こんなに2体も出ちゃったのでなんか見てっていうあれかもしれませんね、なんかお達しなのかもしれないですねとか、はい、思いつつ、はい、終わりたいと思います。そんな感じでした。はい、今日のコーデです。今日のコーデは前も着たことあると思うんですけど、ワンピースです。ノースリーブワンピです。はい、結構こういう白黒の柄のワンピース結構好きで、あとここがギュッと絞ってパッて広がってる感じがいいですね、ウエストを絞って。はい、そんな感じです。ではでは、よかったら Twitter のフォローと YouTube のチャンネル登録お願いします。 Twitter はなんかいろんなゲームのことやらつぶやいております、あとなんかちょっと意味不明なこともつぶやいたりしてるので、よかったら覗いてみてください。あと YouTube のチャンネル登録もお願いします。7万人記念という形でコスプレもしてるので、よかったらあなたのね一つの登録のおかげで私のコスプレができるかもしれませんなんて、ね、なんてってかするんですけど、コスプレは、はい、下の方の説明欄にURL 載せてあるので、よかったらポチリと押してやってください。押したら URL を押したらチャンネル登録できるので、よろしくお願いします。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。お会いしましょう。またね。